前回では、キハ160K の開発の経緯についてご紹介した。いかに、本州向けの車が北海道で通用しなかったか、お分かりいただけただろう。ということで、今回はそのダメダメだった、キハ130K の置き換えとして、開発された、キハ160K についてご紹介したいと思います。ここは、新潟トランシス。ここでは、全国各地の鉄道車両が、作られています。例えば、三陸鉄道の36型、機動車や、JR 東日本の、HB-E300系、リゾート白神シリーズ、JR 西日本のキハ189系などの、名列車を作っている、名工場です。そんな、名工場にキハ160系の製作を依頼し、製作したのは、1997年。しかし、今回も前回同様、製作費をケチるために、新潟名工場の NDC シリーズに、北海道対策を、ちょこっと加えるだけにした。というのは嘘で、しっかり前回の踏切事故から学んで、前面の強化を行ったほか、キハ130系では、窓の断熱が不十分だったため、今回はしっかりと断熱した窓に変更した。さらに、キハ130系では、定員100名だったのが、キハ160系では、110名にまで改良され、車椅子スペースまで設けられた。しかしで、ある、なんと、冷房装置が、取り付けられていなかった。確かに、涼しい気候の北海道、猛暑日はあまりない。その気候を逆手にとって、JR 北海道は、冷房装置をなくし、その分の維持費をケチったのである。そんなわけで、同じ年の6月には運転を開始した。まさかの夏本番前の投入だったが、日高本線は海岸沿いを走るので、冷房装置がなくても、窓を開ければ問題なかったのだろう。これで、今度こそ安泰、だと思っていた矢先、また、JR 北海道に試練の壁が訪れた。2008年、北海道、洞爺湖で、各国の首脳が集まる、G8、第34回主要国、首脳会議、通称、北海道、洞爺湖サミット、が、開催されることになった。その、会議の内容は、1、世界経済の問題に、対し、議論すること。2、地球環境問題に対し、国連での議論を後押しするための議論をすること。3、アフリカの国々への医療、食料、開発、教育問題に対する議論をすること。4、大量破壊兵器が拡散されないよう強化するための議論をすること。などの議論をすることになりました。そんな中、環境問題に対しての議論がされることになったため、外務省では、環境に優しい電気自動車などの展示、デモンストレーションの実施を行うことになった。そこで、このデモンストレーションにあやかって、JR 北海道では、世界各国の首脳たちに、自分たちの技術力を見せつけようと、当時、議題のテーマになっていた。地球環境問題に目をつけ、ハイブリッド機動車を作ろうと、目論んだ。しかし、新型機動車を作るお金など、あるはずなかったため、既存の機動車を使うことになった。しかし、あったのは、こんなのや、こんなので、到底、世界に向けて、見せられるようなものではなかった。では、諦めるのか？そんなわけはない。10年前に、日高本線に投入した、あいつがいるじゃないか。そんなわけで、2007年に、あのかの有名な苗穂のエキスパートによって、改造された。見た目は、先ほどのこいつと何ら変わっていないが、実は、世界初のあるものを、積んでいる。それは、世界初の、モーターシスト式ハイブリッド。
催したこと。なんと、あの内部のエキスパート、ちゃっかり世界初のことを、しでかしてしまった。ちなみに、モーターアシスト式ハイブリッドとは、何なのかというと、この図のように、エンジンとアクティブシフト変速機、モーターを組み合わせた構造のことです。この機構の最大の特徴は、液体変速機を積んでいないことです。普通は、中にオイルを入れるのが一般的ですが、このキハ160系では、ギアだけで変速するのが特徴です。また、この車両はバッテリー、コンバータ、インバータを積んでいることから、加速時は、モーターでの加速、時速45キロ以上になると、エンジンでの走行に加え、モーターによるアシスト走行になります。ちなみに、つい最近デビューした H100 型気動車は、ディーゼル・エレクトリック方式と呼ばれるもので、これはバッテリーなどを積まず、エンジンでモーターを回し、その発生した電力で走行するため、ハイブリッドカーではありません。そんなわけで、この完成したピッカピカの1年生は、室蘭本線の東室蘭、室蘭駅間で、デモンストレーション走行を開始した。外から発車音を聞くと、まるで電車のような音をしていたそうで、当時の音鉄マニアにとっては、たまらない一品だったのだろう。しかし、ピッカピカ1年生の卒業式は、すぐにやってきてしまった。構造にあまりにもお金をかけすぎたため、本来の路線を維持していくことすら難しくなり、結果的に、赤小線脱線炎上事故などの不祥事、また、そもそもの構造が複雑すぎて、修理すらままならない時が多く、修理時間もとてもかかることから、営業運転には向いていなかった。そのため、この1年生はわずか6年で廃車され、日高本線に投入された時から数えても、17年しか走れなかった。では、こいつはただの金食い虫だったのか？実は、キハ285系という特急型車両を、作るための改造ではあったのだが、詳しく言うと、北海道旅客鉄道から削除されそうなので言えないが、実際問題は金食い虫だったとしか言いようがないだろう。